初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。ファクトリーをやっていきましょう。今回はそろそろ搬送ベルトの超高速搬送ベルトっていうのを使っていきたいなと思うので、こちらを作る場所、まあ、その本格的ではなく隙間産業ということで隙間で作っていって、でまあちょっとこの辺をね作るようにしてないので、この辺もどっかスペースに作っていけたらなという感じでやっていきたいと思います。ではちょっとねここを寄せようかなというふうにさっき、思って、何個ぐらいいけるかな、1個だけか。これをもうちょっとこっちに寄せればもうちょっと置けるはずなんだよね。なのでこんな感じで寄せましょう。寄せましょう。はい。すれば多分2個をここに持ってこれるかな。持ってこれるね。で、持ってきたら、こっちのを撤去して、でちょっとこのこれらも移動させてもろって、でこれな、でだいぶ確保できたんで、どうしようかな、せっかくなら、大丈夫か？ちょっとあれやな、クモさんを助っ人に行かせなあかんな。ちょっとクモさんを上に今いるからな。ちょっと移動させて。ああ、電柱持ってないのか。そうか、電柱持ってないなら、一旦こっちに来させるか。一旦帰っておいで。電池あげるから。んで、そう、潤滑油を持ってこなければならないんだが、潤滑油持ってこようと思うと結構遠いぞ、これ。結構遠いぞ。出すとするなら、こっから出して、どう通ろっかな。まずここを通って、ここ通って、通って、通って、ここ通って、こうか。ちょっといきなりこれあるとビビるよね、ほんとね。で、こっから、この辺でいっか。いや、もうちょっとここでいっか。いいよ。じゃあ、君に電柱を半分あげよう。半分あげよう。じゃあ、ちょっともう一回行ってきてくれる？じゃあつなげましょう。どうやったっけか。
これで流れた。あ、そうだ、あと歯車がいるんだったよな。歯車使うんだったよな。どうしよっかな。思ったんだ。ここからもうちょっと、こうしてすれば一本でいけるよね。ちょっとなんか渦巻きみたいな状況ですけど、で溜めておく。OK、 これでいいじゃないですか。ちょっとこれは大量にあった方がいいので、大量に作っておこう。じゃあ続いて地下搬送ベルト、鉄板と搬送ベルトなんだけど、そうなると溜めておいて搬送さしてって感じがいいよね。どっちみちこっちでも使うし、ってなるとだ、ってなるとだ、ここで溜めなあかんな。結構いるな。歯車が鉄がこんくなった。そっか、ここ鉄の役数少ねえんだっけ。そうなんだよな。とりあえずこっち今いらねえかな。いいか。まあまあ、ラインさえ作っとけば、また鉄に余裕ができ始めたら、来るやろし。じゃあ、これを、今度はどこで作ろうか。結構広いとこで作りたいよね。そうだな、まあこの辺で作っとくか。まあ今度1個ずつでいいかな、全部。んで、これで、これ、あ、そっか、鉄板も持ってくるようにならないといけないから、まあもう、簡単な作りでやっていく。鉄って他でいるっけ？いらないか。じゃあこうして、でも直接入れていこう。で、あ、次でも歯車いるのか。ってことはこうだな。これで、
あと、潤滑油か。潤滑油を、あ、ここあるやん。あ、ちょうどいいとこあるやん。ちょうどいいとこ、最高。全然そんなん余裕、予想してなかったわ。ちゃんと見てなかったわ、その辺。はいよ。で、これで次これか。これの場合今度電子基板がいるのか。で、これをちょっともう一回コピーして、で、ちょうどこの下に来るように上にしよっかな。いやっか、はい、開けて、ここでもいるのか。なるほど。歯車はここから取ればいいか。ちょっと待ってな、これはこうするか、これでいいはず。あ、そっか、これを持ってこない。オッケー、できた。早かった。まあ、これは多分こんないらないから、とりあえずこんだけ、これもこんだけ。あれ、止まった。止まった。え、止まった。あー、歯車、歯車ね。ここ止ま、いやでもこっちもあんまダメだな。ちょっとこっちに行かせるの一回止めよう。 OK。 さあこれで、超高速搬送ベルトもろもろができますね。いやー、で、ちょっと余計なもんがあるな。入れとくか。おお、びっくりした。ちょっとあの雲がやっぱ横切るのビビるわ。なんか気持ち悪い。全然作り始めねえな。
って、だって、歯車が来ねえんだもん。歯車が来ねえんだもん。歯車が来なーい。また敷き詰める時間です。次どの辺だったっけ、ついでにここやっとくか。でもだいぶ敷き詰め、まあ半分は敷き詰めたかな。さあどうなっていくか。もう絶賛銅が足りてないんだよな。銅鉱石は十分あると思うんだよね。いや十分ねえな。銅鉱石どっか確保しに行くか、どっか使う。まあここしかねえんやけどな。11メガ。ここもあるな。ここの方がまだ行きやすいな。ここからこうすれからな。すれば列車をこう走らせて、こう走らせて、こう走らせて、こっち走らせて、あーでもここ、まあ、ここ埋めるか。埋めてここ走らせて、ここで入れ替えて、この上に来るようにしてやれば。どうやろうな。こっちに流してここから合流してやればここがいっぱいになっていくかなって感じだよね。で両方に分かれるようにしてここからとみたいな感じかな。じゃあ確保行きますか。どうしようかな。せっかくならレーザーの強くしとこうかな。でもなまだ溜まりきってねえんだよな。まあ、次回にしようかな。次回ちょっと討伐多めでお送りするファクトリーを行きたいと思います。どうしようかな。まあまあまあもうここの辺は絶対倒しとかなあかんやな。この辺ブワーっと、もうここまで一気に行ったろうか。言うてまだそんなに余裕はないけどな。攻撃に、ちょっとこれ持っててくれる？違う、廃棄ちゃう。すまんの、廃棄ちゃうんや。オッケー、じゃ行くぜ。ちょっと埋めに行くよ。埋めろー。うえい。ついでにこのロボットくんも埋めてくれてもいいんだけどな。
オッケー、だいぶ埋めた。あとはちょっとこの辺の瓦礫を、へい、あ、そっちか。はい、さあこれでこの辺の整地は終わりましたね。はい、じゃあ次回は先ほども言いましたが、この辺のバイターを討伐して、でここの銅を確保して、でこの辺をぐるっていうのはまたちょっと当分先で、まあ、とりあえずここちょっとこのいい方はちょっと取っといて、こっちの 9.9 の方をと確保して、そうだな、ここを最悪こう一つにまとめてもいいかもね。ね、はい。で、まあ、ここをもうズドーそこまでいけるかな。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。